はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円の接線の方程式丸3をお送りします。で、この接線の話も3本目で、これで一応ね最後なんですが、一番最後は1問だけね取り上げていきます。で、ちょっと難易度高めなんですが、ぜひね、できそうな子は動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってね、ちょっと厳しいなというところがあれば、今からこの問題ね解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はね、すごくシンプルで、2つ円があるんです、こうやってね、2つある。で、この両方に接する接線の方程式を求める問題。まあ、2つ円があって両方に接するっていう、その接線を求めると。で、なんで今回これ取り上げたかっていうと、さっきも言ったようにね、ちょっと今までのね、前回とか前々回に比べればね、難易度が高いんです、こっちの方が。ただよく出てくるイメージがすごくあって、定期テストとかでもね。なので、ね、ちょっと取り上げようと思ってやっていきます。で、まずちょっと図書いてみる、どんな状態かっていう。で、これ中心も半径も両方分かってるので、でね、板書すげえ書くから、今回ちょっとギリギリっていい、この辺までいける？あ、まだちょっといけない。しかも右下がってるし、ちょっと左寄りにして Y 軸で、まずこっちが中心原点、半径1ですよね。だからまあこんな感じ、ちょっと許して、曲がってるのは。まあこれがね、こっち側の円で、こっちは中心が30で、半径2だね。で、30なんで、まあ3倍してここにしようか。ここが中心で、半径2だからここ通るんだよね。つまり、ちょっとこれ行き過ぎた気もするけど、ちょっと戻そうか。あ、ひどい。あ、ひどい。ちょっと許して。まあ、こんな感じになってる。いい。で、それに接する、ね、あと両方に接する接線なので、これ今回3本あります。問題によってはね、4本あったりするけど、で、どこかっていうと、まず、まあ、こんな感じだよね。両方に接してるでしょ。で、まあ、下もあるか。あ、曲がった。まあ、こんな感じ。ちょっと適当でごめんね。で、あと忘れちゃいけないのが、ここ両方通ってるんで、これもそうだよね。両方に接してるから。結局くっついてるところになるけどさ。なので、実はですね、これ作図だけで1個解けるんです。で、どれが解けるかっていうと、これね。これ、2つ円がこうあって、まあね、あの半径違うけど、あって、ど真ん中こうやって切ってるでしょ。で、この部分ってさっきやったように座標1なんだよ。1の縦まっすぐってことは、これ、x イコール1だよね。ちなみにこれ答えなんです、ちゃんと。3つのうちの1個。だからもし定期テストとかでやった時に、こう、なんだろうな、いや、全然わかんないと。でも作図書いてみたら、これ答えじゃねってわかったら、もしかしたら作図より x イコール、ちゃんとこれ書いた状態でね。書いた状態で、作図より x イコール1って書いても部分点もらえるかもしれない。まあ、それはね、どっちでもいいんですけど。まあ、作図でもわかるよってことはね。では、まあ一応ね、ちゃんとした解き方いきましょう。で、まずですね、片方、こっちの方が楽なんで、まあ原点通ってるこっちからまず注目していくんですが、黒じゃないね、赤だった。こっちの、円、x2 乗、プラス、結局両方に接してるから、まずこっちから考えていく。で、この x2 乗プラス y2 乗イコール1乗の点、また x1 とかでいこうかな。まあ文字はね、a とか b でもいいんですけど、これね、x1、y1。これの上にあると思ってください。x1、y1。で、ここが接点って設定して、ここにおける接線。で、これ、接点が分かってて、方程式、円の方程式分かってるから、接線は、これも前やったやつね。x1x プラス、y1y イコール1だよね。これが接線の方程式になるはずだと。で、これと、こいつね、この接線と30、ここです、こっち側の中心との、これ書いてから説明するね、どういうことか。距離が2になるのでと。
こっからスタートします。これね、やり方大きく分けて2つあるんですけど、もう1個あるんだけどね、でも俺1つこっちの方が好きなのでこっちでいきます。で、これどういうことかっていうと、今円、あのね、こっちね、こっちの左側の円の上に X1Y1 を接点として設定しました。だからちょっと上の方でいくか、ここ、まあ、下でもいいんだけど、ここを X1Y1 って置いたんです。で、そこにおける接線っていうのが今このこっちね、こいつ、もちろんこっちも含めてるんだけど、一応こっちで説明させて、こっちで、それがこれでしょ。これも公式使っただけで、これとこの直線ね、こいつと30との距離、距離っていうのは必ずこうなってるから90度で、この距離って必ず半径と一致するでしょ、接してるから。で、今右の円の半径はさっきも言ったように2なんだよね。だから距離が2になると、30とこの接線との距離が、こっちをスタートさせてるんですけど、こっちをスタートで接線を設定しておいて、こっちの円の中心との距離が2ですよねってやってるんです。いい？で、これまず解いていく。解いてまず式をね、作っていく。で、結局直線、点と直線の距離、公式通りなので、まあこいつと、一応ね、公式使うときは、この1をね、こっちに持ってきた状態で、イコール0で使ってください。これと30との距離だから、ルート、x1 2乗、ここね、x1 の2乗足す、y1、ここの2乗のルート分の、絶対値、30をここに入れればいいんだよね。で、だから3入れると、3x1。で、y の方は0入れたら消えるので、マイナス1、こうなります。これが距離。で、これが2になればいいんです、今。いい？これがまず式作ったね。で、これを解いていきます。で、まず、ね、これもややこしいでしょ。見た感じややこしいんですけど、ルート、このまんま、ルートを両辺にかけて、こっち切ります。だから、左辺には絶対値だけが残る。こうやって。ちょっと1は、こうやって書こうか。こっちの方がわかりやすいね。絶対値だとね。で、イコール2。で、かけたから、右辺にこうやってこっちにくっつくので、まずこうなる。今両辺にルート x1 2乗プラス y1 2乗をかけただけで、こっからなんですけど、ここでね、 x1 2乗 y1 2乗イコール1よりっていうのが来ます。いい？なんで来るかちょっと後で説明するね。これが1なので、つまりこの中1なの、丸ごと。だから、左辺はね、まだ変わらないけど、1イコール、ここ1だから、ルート1でしょ。つまりルート消えるから2になる。というふうに変わって、どんどん簡単になってくるね、式がね。で、なんでこれ来たかっていうと、これ最初に戻ってね、この円の上にこいつがいるんです。いるでしょ。円の上にいるってことは、これ代入して OK だよね。だから x1 2乗プラス y1 2乗イコール1が成り立つんです。で、使ったの、それをちょうど消えるから。で、そしたらルート消えたので、絶対値だけになったと。だからこれ、まあ両辺2乗するのが楽かな。両辺2乗しなくていいね、これの場合だったら。あれだ、絶対値の解き方で1、絶対値外す代わりに右辺にプラスマイナスをつけます。こうやってプラスマイナス2でね。で、これを解くと x1 イコール1持ってくるね。プラスの場合は 3x1 イコール3になるので、 x1 イコール1だね。で、マイナス2の時は持ってくるとマイナス1でしょ。だからマイナス3分の1となります。これで x1 が両方出てきた、ちゃんと。で、それぞれ分けて考えていく、最後ね。まず、一応場合分け。いや、いいね。x1 イコール、じゃあ、まあ、1の方からいこうか。1の時、y1 いくつかって考えると、これは、ここでね、あと、これだ。ここの式使うのが一番やりやすいので、x1 に1を代入します。そうすると、1になって、持ってくると、y1 イコール、y1 2乗イコール0になるんだよね。だから、これ、y1 0なんです。いい？で、x1 と y1 が両方出たから、これ求めたいのは接線だからね。じゃあごちゃごちゃやってきたけど、結局接線求めたい。で、接線はここでこう置いたから、ここに戻してあげればいい。
いいね。で、戻してあげると、x1 が1だから x。y1 に0を入れるから y 消えるんだよ。だから、より接線は x イコール1になるでしょ。ここ。x が残って y 消えてイコール1。だからこれが出てくる、ちゃんと。ね。で、もう一個。マイナス3分の1の時。こっちちょっとややこしいです。で、その時 y1 なんだけど、x1 ここだね。3分の1を入れると9分の1です。ちょっと暗算でいくよ。9分の1右辺に持ってくると、これと計算して9分の8になります。で、ここからはあれか。書こうか。y1 2乗イコール9分の8です。2乗外すためには、プラスマイナスルート。下はルート9だから3。上はルート8なんで、2ルート2になります。だから、プラスマイナス3分の2ルート2となる。つまり、ここでも2通り出てくるんだよね。y1 がプラスの時とマイナスの時。で、なんで2通り出てくるかっていうと、結局、この直線とこの直線両方求めたいから、それを踏まえてる。だから2個出てくる。で、それぞれまとめていくと、より求めたい接線は、x1 と y1 をここに戻せばいい。まあ、こっちでもいいけどね。まあ、こっちにしようか、あえて。で、戻すと、これ、後で消すけどね。まずこっち行くよ。マイナス3分の 1x、ここね、入れて、じゃあ、プラスの方からいきます。プラス3分の2ルート 2y マイナス1イコール0です。で、分数が困るのも汚いし、まあ、最初はね、マイナスがくっついてるので、全部にマイナス3かけちゃいましょう。そうすると、x マイナス2ルート 2y プラス3イコール0と。これ答えです。いい？で、あとはもう一個。x は同じ。で、y1 のとこにマイナスを入れた状態でもう一回整理すれば、いいか、これ残しとこうかね。ここだけ符号が変わるよね。こうなります。つまり、求めたかった答えは、こいつとこいつとこいつなの。で、ちょうどここね、右下スペースが空いてるので、答えまとめて書こうか。順番はね、構わないです、なんでも。x イコール1。まあ、x、いいね。これで困るんで大丈夫でしょう。これで罰もらうことはないと思うので。イコール0。そして、x。これが3つね、答えとなります。いいかな。まあ、さっきも言ったようにね、もう一個有名なやり方があるんですが、あえて今回はちょっとこっち、俺のね、好きな方でやらせてもらいました。で、例えば学校の先生とか、まあ、塾とかね、予備校の先生なんかが、ちょっと違うやり方で、そっちの方が合うっていうことであれば、無理に覚える必要はないと思いますので、まあ、そこはね、こう、自由に選んでもらえたらと思います。では、今回は、高校数学数2の円の接線の方程式、丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は最初にも言ったように、二つの円の問題を取り上げていきます。まあ、円がね、こう、まあ、いろいろあるんですけど、その問題を取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方を見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。